い、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、実はね、ちょっと忙しいんですけど、時間、沖の時間が迫ってて急いでるんですよ。でもね、めちゃくちゃいいものを新潟県の漁師 YouTuber マイロさんからいただきました。それがですね、あっちよし扉通過。はい、こちらカニ12匹っていうのは嘘です。というわけで開けていきましょう。よいしょ。多分この下見えると思うんで開けていきましょう。オープン。はい、じゃじゃーん。すげえ逆だすげえ逆だ。はい、こちら鏡台でございます。それでこちらの鏡台を捕獲したシーンがね、またあります。それではどうぞ。タオリ、はい、珍しい魚が来ました。そうなん、これから時期なんだけど。うん、はい、それでは、マイロさんの刺し網漁を見ていきましょう。なんかね、すごい銀色のやつが来たそうです。マイロさんの地域では銀松というそうで、まあ基本的には多分鏡鯛っていうお魚ですね。めちゃくちゃね、でかいサイズで、こちらの鏡鯛は大きいほど高級だし、身質というか、まあ美味しいそうです。美味しくなるそうです。で、普通の鏡鯛も来てたんですけど、このようにね、さっきのと比べると、かなりね、小さいですね。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、それで取れたこのでっかいね鏡台を僕に送ってくれることになりました。重さを見ていきましょう。3キロと表記されましたが、箱の重さを引いて 2.8 キロです。超巨大です。マイロさん、サオリンさん、いつもありがとうございます。見た？いかがだったでしょうか。なかなか良かったんじゃないでしょうか。で、今日はですね、沖までの時間が結構迫ってるので、パパッとね、3枚おろしにして、で、明日朝の用事が終わって、それからね、ゆっくり晩酌っていうか、まあ朝酌をしていきたいと思います。とりあえず今日は3枚おろしまで。で、ちょっとね、取り出してね、観察してみましょう。よいしょ。それじゃあまな板に乗せて、うわ、すごいですね。形は円形ですね。マナガツオと一緒で、こうなんかね、ここら辺まで鎌があって、こう頭がなんかちっちゃいみたいなね、そんな感じです。歯っていう歯はないんですけど、ちょっとザラザラしたね、歯みたいなものがありますね。で、お目目も立派で美味しそうだし、で、エラもね、すごい綺麗ですね。鱗はないそうです。鱗なし、ツルツルしてます。で、見てください、大きさなんですが、誇張しなかったらこれぐらい、それで顔と真横でこれぐらいなんで、かなりね、でかいです。それでここを広げるとね、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい王冠みたいなのがついてますね。で、よく似た魚にマトウダイっていうのがいると思うんですけど、地域によってはね、もうこの鏡鯛と一緒にされちゃうそうなんですよ。でも鏡鯛の方が入荷量とか少ないそうです。で、マトウダイと同じでね、肝が美味しいそうなんで、それをぜひ食べてみたい。で、このマトウダイは大きければ大きいほど美味しいそうで、これ 2.8 キロで、多分かなり大きい方の部類なんで、めちゃくちゃね、期待できます。で、今回はこの肝を照り煮にして、で、身をお刺身と唐揚げにね、したたいと思います。それじゃあやっていきましょう。よろしく。で、ちょっとね、案外骨が硬そうなんで、出刃包丁でいきます。まずエラを切って、ここ落としていこう。よいしょ。骨落ちるかな。硬っ。ほらね、予想通りめっちゃ硬いでしょ。こうしてこう落とすか。よし。はい、頭はこんな感じで、もうね、ほとんどっていうか、もう全くと言っていいほど食べるとこはありません。よし、じゃあ次お腹を割っていきます。赤マンボウと一緒で、ここめっちゃ硬そうやな。とりあえず逆さ包丁で入れていきます。おかっちおかっち。めっちゃ硬い。はい、じゃあ無事に切れたんで、中を見ていきましょう。うまく切って、よっ、うわっ、でか肝、中からめっちゃでっかい肝が出てきました。これがね、うまいと評判の肝ですね。まあ、とりあえず取り出して、よし、うわ、よいしょ。はい、じゃあ無事に肝が取れましたけど、でかすぎでしょこれ。肝が大きい魚って大概身があっさりしとるんで、多分ね、あっさりしとると思います。よし、じゃあお腹を出していくんですが、卵もね、なんと入ってました。お腹どんだけ深いんっていうぐらい、めっちゃお腹深いですよ。こんな、ほらほらほら、これも照りに決定ですね。決定なんですけど、多分ね、かなりキメが細かくて、味的にはまあどうかなっていうのが僕の予想ですね。こんな血管の入った卵あんま見たことないね。で、じゃあ残りは、まあ、なんだろうこれ。たまにこういうのが入ってんだけど、これ何かわからないです。
で、これが胆の心臓はね、割にめっちゃちっちゃいですね、これぐらい。で、この食道が美味しいって聞いたんで、食道も取り出しましょう。まあ、こういうね、いらないところは切って、形面白いな。それじゃ、胃を裂いていきましょう。よっ、こんな感じで、まあ別に普通ですね。で、この胃は、しごいて汚れを取ります。包丁で4、5個。はい、じゃあある程度汚れが取れました。これはね、まあ、これもまた明日きれいに掃除します。はい、じゃあこの子をね、洗いましょう。シンクに移動して、で、洗っていきます。お腹がすごい深い。うわ、お腹にめっちゃ水が溜まりますね。これでもう砂漠に水を持っていける。うわ、すごい綺麗に取れる。案外よいしょ、案外綺麗に取れますね。で、鱗はないんですけど、体表を一応金出しでこすっておきます。気持ち程度の汚れ取るみたいなもんですね。で、じゃあ綺麗になったらまな板に上げて水気を取ります。で、この魚ほんと痛くて、これもそうだけど、ここもね、ほら、ここ硬い痛い、めっちゃ危ない、鬼みたいなね。痛っ。水気を取りますっつったんですけど、先にこの鎌みたいなのをね、取っていきましょう。こう、お腹がね、すごいね、ペラペラなんですよね。とりあえず斜めに行きましょう。よいしょ、ここが硬いんだよな。で、これほとんどね、身ないんで、これはもういいかなと思います。で、反対も、よいしょ、よいしょ、取っていきます。よいしょ、はい、そしてここでようやく水気を取っていきましょう。わあ、すごいな。よし、そしたら三枚おろしにやっていきます。包丁入れていきましょう。お、なんだこれ、あ、油すげえ、え、やば、え、ここ油やばい、ちょっと見て見て、やべえ、大きい時間迫ってるのに、なんかすごいことになってる。これ何何何、え、油、これ、あ、ええ変な、なんか変な興奮して、まあ、ちょっと返してね、反対側やっていきましょう。で、これ、こっからはね、このデポチンが邪魔で入らないんですよね。まあ、だから斜めにこう入れて、斜め入んねえ、斜めに入れて、あ、骨が硬いからやりやすいかも。何これ、油、油で中までいったんで、これ多分ね、ガッガッガッってやるよりは1本ずつ切った方がいいんで、1本ずつ、あ、柔らかいわ。よいしょ、はい、じゃあ見ていきましょう。よい、いやいや、内臓脂肪とかなかったんですけど、これ多分全部油ですよね。だって、ここもほら、これもこれも、これも多分油の、これ何なの、これ油じゃないんかな、なんかよう分からん、微妙やな。まあ、ちょっと謎ですが、反対もやっていきましょう。よいしょ、よし、これが入んないんですよね、ここ。包丁が入らん。よし、で、中までいったら、ここのあばら骨を断ち切っていこう。よいしょ、反対側もこんな感じです。はい、じゃあ、骨だけにできました。なんか標本にしたいような感じですね。しないんですけど、で、急いだおかげでちょっとだけね、沖まで時間があるので、せっかくだからね、ちょっと生肝でいただいちゃいましょう。まだね、全然この鮮度なら余裕でいけます。2日3日経ってるんですけど、やっぱしっかりね、血抜きしてくれてますね。じゃあ、この生肝とトリミングしたね、身を、まあ、もう適当な大きさに切って、で、これをもうね、叩いちゃいました。で、まあ、適当にあえて、で、もお皿にドカンと。よし、完成、あまり身の肝和え。これに普通の醤油と、この鰹節醤油。この鰹節醤油だけだとね、出汁が強すぎるんで、混ぜるとちょうどいい塩梅になります。で、まあ、あまり身ではありますが、ちょっとね、いただいてみましょう。うわ、まあ、萩とかとどう違うかとかね、ちょっといただきます。ん、めっちゃうまい。全くね、あの肝臭さとかもなく、普通に美味しい。
ただね、気がついたことは、萩とかの、あの肝と違って甘みが少ないかなっていう、その代わり全然癖がない、そんな感じのやつで、めっちゃね、食べやすい肝って感じがします。うん、いやでもね、これは美味しいです。本当に美味しい。そしたらこの子たちはラップをして冷蔵庫で、1匹は実家の方に持って帰ります。これは食べたことないですよ、うちらは。よし、これ実家で、これはね、冷蔵庫に入れてね、一晩風乾させておきます。それじゃあですね、沖行く時間も本格的に迫ってきたということで、あの沖の方に行って、で明日美味しい朝食をしたいと思います。じゃあちょっと行ってきます。はい、それではもう次の日のお昼になってしまいました。朝から市場行ったり、バラムツをさばいたりですね、してるとこの時間に。じゃあ続きをやっていきましょう。で、1日経ってね、ちょっと程よく水分飛んだかなって感じですね。で、肝の方もまあ変わらず綺麗ですね。じゃあ先に内臓系で甘辛いね、煮付けを作っていきます。で、肝はこの色のね、悪くなった方を使いましょう。で、こっちの方が色綺麗んで、こっちも、ちょっとこう切って色の悪いところを使います。で、卵も分けといて、で、お湯が沸騰したらまず腸から入れて、で、卵、肝と肝、これでさっとね、湯引いていきましょう。で、さっと湯引けたらザルに出していきます。そしたらまずはこの胃袋からね、きれいに洗います。で、これで OK で、あとはもうさーっと洗って、洗わんでもいい。よし。で、卵はね、片方が裏返すように爆発してね、片方はこんな感じです。ちょっとやりすぎたかな、しなくてもよかったかも。じゃあまな板に出して、よいしょ、まあ、それじゃあさっと水気を取って、よし。それじゃあまずは肝を適当な大きさに切ります。よいしょ、こんな感じで仲間はまだまだレバー、レバーだけにレア、あ、レア、レバーじゃねえ、レアだね。よし。で、今回肝はこれだけ。胃袋も一口サイズに切っていきましょう。ちょっとちっちゃめにいこうか。で、卵はもう2つとも、まんまいきます。それじゃあまたフライパンを用意して、もう先に全部材料を入れておきましょう。よいしょ。じゃあここにまずお酒、そして醤油、どでかいみりん、そして砂糖を、全部ね、醤油もすべて含めて調味料を適量入れます。よいしょ。じゃあ火をつけてグツグツ言わしていきましょう。で、このまましばらく強火で、飛ばしていきます。隣でグツグツ強火で言わしてるんで、焦げに注意しながらね、ちょっとやっていこう。で、鏡魚のあばら骨をすいていきます。薄っ。で、膜を取っていく。よいしょ、こう落とそうか。よいしょ。はい、じゃああばら骨が取れました。ちょっとこっちも見つつね、やっていこう。なんかすげえ緑だな、すげえ肝が緑なん、これ大丈夫かな。ちょっとこの緑の肝も心配なんですけど、ちょっと食べてみます。なんかちょっと緑の肝ちょっと臭いで、ちょっとこれ後悔ふわふわ。ちょっとやっぱ緑の部分はね、良くなかったみたいで、あのこうします、綺麗なところを使います。多分ね、胆嚢のなんかが映ってるのかなっていうのはちょっと僕の推測ですね。胆嚢がね、溢れてなくてもよくついたりするんですよね、あの汁のあれが。よし。じゃ、これをもう一回入れて、このまままた調味料を追加して、やっていきます。その間に次は血合い骨を取っていきましょう。下側もシャッといって、よいしょ。で、これももうこっちに入れておきます。はい、それじゃあここまでいったら、いや僕ね、たまに考えるんですけど、バカっていうやつがバカって言ったら、もうその人もバカになっちゃうのかなっていう理論、つまりバカっていうやつはバカで、っていうやつがバカでっ
っていうやつがバカっていうやつがバカっていうやつがバカっていうやつがって無限にボッとたまに思うんですよね。これ難しいな。じゃあまずは唐揚げを切っていきます。とりあえず4つほど、いきましょうか。よしよいしょ。で入れ物にこれ入れて、ニンニクでしょ、生姜でしょ、でちょっといいお醤油でしょ、それからお酒を加えて染み渡らせておきましょう。よし、これで OK。 はい、じゃあ皮を引いていきます。皮これ引けるんかな、どんなんやろ。よいしょ、はい、OK。 でちょっと成形してお刺身用に切っていきます。よし、分厚く薄くも切っておこう。でお腹側はまあ炙りたいのでトリミングして薄いとこ切って、で皮目の方に切れ込みを入れていく。切れ込みを、結構硬いな。よし、そしたら網にのせてバーナーで炙っていきます。はい、こんな感じで、これでちょっと冷やしとこう。はい、じゃあ照りにもね、いい感じになってきたので火を止めて、それじゃあ古風な器に盛り付けて、よし、はい、これで鏡台の肝卵いいの照りに完成です。じゃあ冷凍庫から冷めた、身を取り出して、もしかしたら硬いのかもね。よし、それじゃあお皿を用意していい感じに並べていこう。でしそとかのせて、刺身、刺身小鳥で、あとはいつもの感じで乗せていきます。でこれ切れ込みが深すぎて切れたやつ、これはこれで可愛いじゃないか。でやっぱ秋なので、牡蠣を買ってきました。ミニバット、こちらの包丁も和食の技術チャンネル様がくださいました。ありがとうございます。じゃあ縦に切って、よいしょ、でいい感じに切って取る、で皮も取る。よし、そして牡蠣を置きます。はい、鏡台のお刺身完成です。じゃあ最後唐揚げやっていきます。前回の油をこしたやつですね、もう忘れてしまった思い出を入れていきましょう。あの頃は良かった、いつまでもそう言っていては未来が見えません。あの頃がいいなら未来も良くしましょう。簡単です。簡単ではないか、それが一番難しい。それじゃあ火をぬくめてる間に、魚を出して、すいません、油ですね、失言でした。よいしょ、でもう横に片栗粉を引いておきます。で油もいい感じになってきたので小麦粉をつけて、あ、じゃないわ、片栗粉をつけていきます。多めにつけてカロリープラスですよ。よし、これで OK。 そしたら、入れていきましょう。この時点で美味しそう。はい、OK。 はい、じゃあいい感じに揚がったら揚げていきましょう。最高ですね。そしたら器に唐揚げを盛りて、盛りて、レモンを切りて、黙ってのしいて。はい、それでは鏡台の唐揚げです。で全部できたんで、最後に醤油わさび入れて、でこの普通の醤油とこのかつお醤油ね、これを半々入れます。これだけだとちょっと出汁が強すぎるんですよ。はい、ブレンド醤油の完成。それじゃあ小鳥、小鳥と刺身。はい、それでは浜湯特製鏡台の3品です。お刺身に照り煮ですね、こそう、そして唐揚げ。それじゃあ出よう、始めようか。
い、それではいただきます。それじゃいつものゴールデンタイム。お腹すいた。これこれ。うん、エビスいきます。はい、それでは乾杯。あー、うまい。いや、仕事が終わったのを実感するのはこの一杯を飲んだ時。じゃあ揚げ物はね、揚げた瞬間から味が落ちていくと私の持論がありますので、唐揚げから食していきたいと思います。めっちゃいい匂い。じゃあいただきます。味付けめっちゃいい。まずですね、味付けが本当に美味しい。で、魚もねめっちゃ美味しい。口に入れた時ね、ふわーっとね、最初生っていうぐらいね、ふわーっと広がったというか、まあふわ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 っていうかな、レアふわみたいな感じで、しっかりね火は通ってるんですよ。めっちゃ美味しいよ本当に。ハイボールでもあり。続いてはこちら、テリニですね。もうね、ちょっと冷めてきて、いっぱいね、照りてますね。まずは肝。いやー、本当に癖もなく美味しい。誰でも食べやすい肝って感じかな。個人的には萩の肝の方が好きっていう感じです。次、胃袋ですね。まあ、胃ってね、硬くなりがちなんですけど、よく炊いたんで、めっちゃ硬い。まあでも食感はすごく硬いけどいいんで、普通にね、美味しく食べれます。若い人じゃないとちょっと難しいと思います。そして、卵。粒もね、いい感じに細かくて美味しいです。でもやっぱ肝が一番美味しいね。これにはもうビールやね。そしたらお刺身いきましょう。鏡台のお刺身どんな感じかな。お醤油に油が浮きますね。まあでも僕の箸の唐揚げの油かもしれん。じゃあ鏡台のお刺身。全然ね癖もなくて、なんかすごい上品なうまさのお刺身って感じです。この身の見た目の感じはマナガツオだけど、身の食感はね結構しっかりしてるような魚で、本当にね普通に美味しく食べれますね。で、次は炙りですね。皮も別にそんな全然硬くないです。さっぱりと香ばしく癖もなく美味しくいただけます。油の感じはそんな思ったほど感じないっていう感じかな。で、牡蠣。甘い。でもやっぱ唐揚げがね一番美味しいですね。まっ。で、照りにも照り照りでうまい。本当にビールが最高に進む最高の休日だ。休日じゃないわ、仕事終わりだ。これはもう一本買いに行かんと。はい、じゃあビールはなくなってしまいましたが、あとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。鏡台の、3品ですね。僕も鏡台を初めて食べたんですけど、癖もなくね、肝も美味しいし、もう唐揚げがめっちゃ美味しかった。何にしてもねいけると思います。送っていただいたマイロさん、そして見てくださった皆様、本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね、See you next time. Bye.